メッセージプログラムの方を今から始めたいと思います。まずは高校生です。高校生のイベントですよ。東商業高校の吹奏楽部を最初のステージにお迎えしております。伊東高校の吹奏楽部現在11名で活動中でございます。しかも1、2年生のみということで、普通この段階は1、2年生だけなんだよね。そうだよね、男子が1人ってこと。じゃあモテモテですかね。そんなことはないかね。ありがとうございます。人数少ないんですけども、少ないんですが日々考えながら練習しています。今年になってから地域のイベントでの演奏のチャンスがたくさん増えたということで、練習に一層熱心、熱が入っているということでございます。今日もですね、短い時間ですが、お客様に楽しんでもらえるような演奏を頑張りたいということです。準備の方がいいですか。いいですか。じゃあお願いします。
に一言。皆さん、おはようございます。伊藤翔陽子先生の方をしております。本田ゆりと申します。よろしくお願いします。1曲目を終えて、MC を生徒の名前 MC を務めますので、はい。こんにちは、伊藤翔陽高校吹奏楽部です。ただいまお届けした曲は、白熊です。この曲はニュースゼロのスポーツコーナーで使われている曲です。皆さんも一度は聴いたことがあったのではないでしょうか。次の曲は A リスナーの曲です。この曲はジャズとなっていますので、白熊とは違った特徴になっています。ジャズの曲を楽しんでお聴きください。
吹奏楽部です。